ちは。こんにちは。森内。ま、実はプロ野球ニュースで私何回かお会いしてるんです。え？そうなんです、かんちゃんさんに。ほんまに？本当です。顔変わりました？誰？あなた？はい。整形してないんですけど、してないですけど、うん、私そうなんですよ。何回か一緒に私あの、はい、フジテレビのやってる、あの同じ日にやってます。私豊さんとコンビを組んでいたので、そうそう、はい、その時の何年前ぐらいですか。もうどのぐらい前ですか。あれちょうど10、あでも10年前、10年経ってるかな。経ってないかな。え、その時そんなグリグリの黒コン入れてました入れてました。もっとすごかったです。今全然落ち着いてるんですか。誰か、あ、変わったっていうこと。全く気がつかなかった。記憶なかったです。すごく痩せられたりとかそんなこともなく。あ、痩せました。それかな。あの時から痩せたって。うん、痩せました、痩せました。うーん、はい、あ、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。まあだから全く注目してなかったということでしょこのフロアにいても。多分僕プロ野球ニュースやりたてで、うん、入りたてでそんな余裕もなく画面ずっと見てたと思う。なるほど、優しい。まあ、物は言いようだな、はい、いや、物は言いようです。まあまあそうですよね。そうでしょう。そうですよね。まあその中で、まあ注目といえば、いろんな選手に注目してるよね今、はい、注目してる選手ってどんな選手が。え、これ今日ですか。今シーズンまでですか。いや、今シーズンまで今シーズンまで僕は福留孝介がどこまで行くんかと。クライマックスファーストステージの第2戦 のホームランとか、うん、もう全然そんなもうベテランとかそんなんじゃないです。ただただ勝負強いすごいバッター。いやー、もう天才だな。はい、もうそれにしか見えなくて、うん、ほんで彼の場合あの鳥谷でさえ、うん、もう来季契約しないとか、うん、もう引退なのかとかそんな話題が出るのに、福留孝介はその話題が出ない。すごくないですか。いや、すごいと思う。はい、僕はちょっとね、俺第2戦の時にスタジアム行って、はい、コウスケと話したの、はい、でバッティングやっぱりものすごく考えてるわ。ああ、でね、狙ったボールに対しては少々ボールでも、はい、魂込めて振りに行くタイプやな。だからあのホームランが打たれたという、生まれたという。バット長く見えるんですけどどうですか。いや、全然普通なんですよ、うん。だからそう、やっぱ操る、もう手と一体化してるからやっぱこう長く見えるんですね。そう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 。でね、山崎康明を全く福留を打てなかったんだよ。でもね、第2戦の時はね、まっすぐだけを狙ってたな。で、ホームランだけを狙ってた。僕ね、あのホームラン見た時に、うん、WBC で代打で出てきてホームランもスリーランか打ったって言ったんですか。あの前までずっとスタメンで出てて調子悪かったんですよね。で、僕はあの時なんか解説業でこういう選手はもう今どん底だと思うんで、一度外し1打席集中の代打の起用とかで覚醒することあるじゃないですかって、なんか僕なんとなく感性でそういうコメントしたことあったんですよ。それを現実にしてくれたので僕覚えてるんですけど、あの時の魂の一発っていうのを思い出したんですよ。俺ね、アテネに一緒に行ってんだよ、オリンピックで、はいはい、で、その時にあいつオックスプリングっていう、はい、オーストラリアのピッチャーがいたの、はい、それ抑え登録だったんだけど、はい、ランナー1、2塁でコウスケがライトポールのとこ打ったんだよね、はい、風がめちゃくちゃ強くてさ、それがファールになったんだよ、はい、あれが入ってたら金メダル取れたんだよ。あ、風、でも風がなかったら確実に入ってたホームラン。あ、じゃあいいミドルだったんですね。いや、だからね、コウスケがこう狙った時っていうのは半端ない集中力がある。だからミスショットの少ない選手ですよ。いや、だからそれを言ったの、はい、だからそこが僕の勝負どころですって。だから狙ったボール、だから1打席目にさ、スライダー、浜口のスライダーかな、ショートゴロ打ったじゃん、初回に、はいはい、あれも狙ってんだよ。うん、だからファールにならないんだよ、前に飛んじゃうんだよ。そういうこと。難しいボールで手出して緩めきれなくてもうカチッといっちゃうと。そうだから、あの勝負強さ、まあ確かにすごい。だから50歳で現役打者の50歳って聞いたことないじゃないですか。います、打者。ああ、反応がもう効かないかもな。やりそうですよね。いやー、すごい。そやりそう。そのぐらいすごいんですね。うん、すごい。やっぱバッティング、こう棒を持たせたら誰よりもすごいと思う。へえ。
でまた球場行っても気持ちいい男なんですよね。ああ、やっさーってガンさーなんか言ってると、ああ、ドメーってなんかね、ドメーで欲しいなんかね。あ、じゃあもう人間性も素晴らしくて、そう、もう技術面も素晴らしいっていう。うんうん、いや、すごい。でもそのメジャーから帰ってきた野手の選手って、なかなかこう長くまでまた活躍するのって、なかなか見られないっていうイメージがあるんですけど、まあまあ、福留選手はそう考えると、すごい選手。あのね、投手がね、へこたれない。やっぱ打席に入ってここっていう勝負の時の投手っていうのはすごい。それはみんな持ってるけどね、はい、みんな持ってるけど、それ以上に集中力のマックスになる、あのゾーン、ゾーン、ゾーンの深さはそれぞれ違うんですよ、はい、だから福留孝介のゾーン深いんでしょうね。深いなぁ、わーっともう見えない。ゾーンに入るその深さっていうこと、はい、いや俺ね CS のね2戦目に DeNA と、はい、あの4対3で DeNA が勝ったでしょ。でね、新聞で言ってて、新聞でも記事が出来上がってたんだよ。DeNA が勝ちのコメント。ああ、はいはいはい。あるよな。あります、あります。いや、それでもう出来上がったからって、じゃあ俺帰るわって言って、行った時に、康介が打席に立ったの。あと1球ですもんね。うん。ああ、あと1人だ。ああ、あと1人。歩き出したんだよ。でも俺ね、めっちゃなんか嫌な感じがしたの。胸騒ぎ。うん。いや、康介これ一発あるなと思って。はい、で5メートルぐらい歩いて帰りかけた時にテレビ見たらホームラン打ったんだよ。そのまま戻ったから席に。そう指す男なんですよ。すごい。いや、すごい。すごいですね、それ。僕を言うと空港で見てたんですよ、うん、空港で見てて、ほんで僕日曜日、あの日日曜日でプロ野球ニュースのディレクターと電話でいろんなミーティングしてたんですよ、うん、ほんで福留孝介バッターボックス入った時に、ああるよあるよ、うん、ほんだら電話口で、まあ、僕このね、あのネットで見てたんで、うん、ちょっと遅いじゃないですか。うわーな、あるやろ。すごい取り合った、うん、ほんだらそっちついてからまた電話切ったんですよ。でも俺もなんかこう帰りかけてそのまま帰ったら戻ってきてっていう風に絶対電話がかかってきてるんだよな、新聞で。はい、だから俺の胸騒ぎもすごくない？いやいや、いや、あのこれあるなと思った。それを思わす選手ですよね。そうだよな、はい、向こう発信だと思いますよ、うん、あ、何か出してるんでしょうね、うんうんうん、福留さんの方から、はい、まあ大ベテランだよね。はいはい。若手で一番注目してる選手ってだ今。若手、若手、若手、いっぱい出てきます、いっぱい出てきます。ああ、若手、カイキャノンは若手に入りますか？まあまあ入るっちゃ入るよね。まあカイキャノンがどこまで強いかっていうのも、うん、ピッチャーよりもちょっと陰りが分かりやすいじゃないですか、キャッチャーは。はい、だって変化球でかわすシフトチェンジできないですから、まあ、それも注目なんですけど、ちょっと待ってください。もうルーキーで、あ、若手で言うとオリックスの山本ピッチャーな、はいはい、がどうなるのか。まあ今年防御率取ったよね。はいはい。1点台で1点台取りに行きましたね。お前1点台じゃないと意味ないぞってここまで来たなって言ってたよな。いつはピッチャー魂の言葉言わせてもらったんですけど、取りましたもんね。あ、はい、あのチーム成績で彼1点台の防御率のタイトルはぜひオリックスさん給与にしっかり反映させてあげてほしい。あのさ、ピッチャーのタイトルでさ、よく最多勝奪三振とかいろいろあるじゃない、勝率とか。何が一番価値があると？いや、もう全部ですね、全部なんで、防御率ですよ、いや勝ち星ですよってこう分かれたりするじゃないですか、うんうん、どっちも価値があり、うん、なので勝ち星を取り入った時には防御率捨てる時もあるんですよ。ああ、そういうことな、はい、で防御率取り入った時にはもうエラーのランナーだからもう今のは辛抱しようかとか、うんうん、なんかこういろんなもうことがあります。よくさ、防御率は一人でできるっていうじゃん。はい、まあ守ってくれなきゃもちろんダメだ、はいはい、でも勝利っていうのは打ってくれなきゃいけないじゃない、はいはい、まあ他力本願があるじゃない。いや、でも打たすのもピッチャーだと思うんですよ。打たすのもピッチャー、その味方のピッチャーのリズム作り。あ、まあまあ確かに、あ、はい、そういう計算をしてるな、はい、なので僕は防御率言われる方が多いですけど、うん、いやいや、勝ち星上げるピッチャー、勝てるピッチャーもすごいと僕は思ってます、うん、はい、すごい。うん、あ、すごい、お給料面でそのピッチャーのどのタイトルとかを取ると一番お給料に翌年反映されるんですか？奪三振とか、まあ、例えば、まあ、沢村賞とかいろいろあるとは思うんですけど、どれが勝ち星じゃない、給料でいうと。あ、まあ、そうなんですか、はい、へえ。給料で勝ち星かも。勝ち星の中の貯金の数だよ、ね、あ、貯金ですね。はあ、給料は貯金、
自分の勝ち星プラスアルファかな、貯金の。だからまあ10勝0敗と13勝10敗ではダメっていうことです。10勝0敗の方がめちゃめちゃ上がります。上がるということで、勝てるピッチャーもすごいですけど、負けないピッチャーもすごいんですよ。なるほど。だから田中将大アメリカ行くときにはもう誰もが、いやもうアメリカでどんな数字残すかやってくださいってなったぐらいでしょ、うんうんうん、まあそうだな、はい。でもガンちゃん、あの日本ハムの仕事が多いよね、はい、札幌行き来して、はい、俺清宮幸太郎っていうのが出てくるかなっていうふうに思ってたんだけど、はいはい、まあその話は次回にしようか。はいな、はい、うん、じっくりと、じっくりとね、はい、はい。